はいえー、ではですね、えー、夏の短期集中で実務基礎を仕上げる口述試験直前対策、えー、ガイダンスを始めていきましょう担当はレックス戦に交渉の中野ですよろしくお願いしますはいえー、ではですね、えー、早速ですけれども、えー、今回の口述ガイダンスを始めていきましょうかでえっ、ー、とまあちょっと先にですねあの前提だけ話をしておきますとあの 昨年ですね、ちょっとまあコロナウイルス、まあ、感染症の影響で、ですねあのだいぶこう試験日程が変更になりましたけれども、まあ、今年からはですね、えー、もう例年通りということになっています。まあ、ですので、えー、口述ですね、えー、令和3年の、まあ、今年の10月23、まあ、それと24と、まあ、ここで、えー、刑事実務、民事実務、まあ、それぞれですねあの1日ごとに行われます。 場所ですけれども、もうここに書いてある通りですねまあ皆さんご存知の裏合わせの方になります。で、まあ、どうでもいいですけれども、あのこれ、朝から、まあ、土日のですね朝からまあ集合しますんで、まあ、あの電車の中はですね、まあ、ディズニーランドに行く、まあ、家族連れとかですね、まあ、カップルとか、あのまあ、そういった、まあ、幸せな、 えー、存在の方、それかまあ予備の次元性か、まあそれだけですね。あのまあ私もですね、まあ当然あの今回出してます令、えー、平成二十六年、えー、ここであの受けていますけれども口述試験をですね、まああの今度はまさにもう何でしょうね、えー、幸せそうな電車の中でまあ一人六歩とか読んでましたけどね。 で試験科目、これも今お伝えしたとおり実務基礎ですね、この2行目に書いてあるとおりです。で、問題の例としまして、今年から、まあ、だいぶ遡りますけれども、平成26年と、まああのまあ、繰り返しになりますけれども、な、ま、ん、あ、でこれを選んだかといいますと、まあ、まさに私が受けた年だからですね。で実際に これガイダンスでですね何を話すかってところなんですけどもこれから1時間ですねまああの抽象論要は心構えとかですねそれこそ朝早起きしてんかこう自分なりのルーチン例えば私とかだったらですね試験直前始まる直前のところでちょっとチョコレート一かけら食べて血糖値上げてですね頭の回転早くするとか。 まあ前日はですね、えー、少なくともまあ7時間以上は睡眠とるとか、まあ、当然酒なんか飲まないとかですねまあいろいろまあありますけどもまあ,あのそういった抽象論といいますかね、えー、そこまあいろいろ話をしてもまあ多分多分といいますかねあの後日までえ来てる皆さんであればまあそれなりのルーチンあ持ってるでしょうしまあ何でしょうね、えー、試験のテクニックといいますかあの まあ、テンションの上げ方といいますか、まあ、そこももう重々身についてるでしょうから、えー、今日はですね、まあ、この実際私が受けた、えー、その年の、えー、私の再現、えー、これを前提にしましてまあ,あの要はですねこれぐらいできてればまあ普通に受かりますよというところをお伝えしますで、まあ、予備試験ですね まあ皆さんあのご存知の通り口実はですねちょっとこれメモりましょうかあのまあおおむねですね、まあ、評価としてはまああのそれぞれ、えー、民日刑日まあともにですね まあ基準点、まあ、これがまあプラマイゼロでで、まあ、まあよくできたねってなればプラス1もうありえないぐらいできてるってなれば、えー、プラス2、まあ、逆に、えーまあ、失敗したなとであればマイナス1もうありえないと言うんであれば、えー、マイナス2ということになってますであのー、マイナス1、まあ、要はですね2科目合計で えー、マイナス1、えー、ここまでは受かります。まあ、逆にそれ以上失敗すると落ちてしまうということですね。まあ、なのであのもうとにかくですね。ものすごい大失敗しなきしなければあの受かる試験です。まあ、実際まあ9割超えてますよね。まあ,あのここで失敗する方っていうのはまあ、ほとんどがですね。あの、緊張であのもう何でしょうね、えー、自分からもうダメになると言いますか？ で今日これからなんですけども、まあ、実際の再現、えー、まあこれ見ましてあとこれからですねあの最新の過去問ということであのまあ実際の講義あの徹底対策講座でもありまして、まあ、それ3時間であの同じく私が担当しますけれどもあの普通に考えてですね聞かれる知識知識それ自体は あの論文を受かっている人間であればほほぼほぼもう常識レベルなんですよあの今日もこれから見ていきますけどもあの実際ですねあの今の皆さんがあの普通にこれ見て聞いてあの、まあ、今実際パソコンの前でやってると思いますけどもあのそれでですね初めて聞,あの聞いたとかあるいは、えー、そもそも質問に対する答えがですね、えー、全くわからないとかそれはちょっとないと思うんですよありえないと思うんですよ。 あのだったらもうこれ論文を受かってないはずですから。で論文に受かっているってことはあのに答える知識はありますじゃあなんでですねその数パーセントの人間があの口述で失敗するかっていいますとあとはまあ何でしょうねこう、まあ、寝不足で体重がめちゃめちゃ悪いとか、まあ、なんかものすごく風邪ひいてるとか、まあ、特にあれですね あの皆さんもう今年は特にあの本当もコロナあの気をつけてくださいね、まあ、ちょっと極端な例ですけども,もうあの予備試験受かっちゃえばです、ねまあ、相当あの将来といいますかプラスになりますんで、まあ、もう家から一歩も出ないぐらいの勢いでですね、まあ、それこそもう何でしょうね、えー、買い物、まあ、近所のコンビニ行くぐらいであとはもう家にいると。 でも家から出るんだったらもう必ずマスクですね。あとはうがい手洗い。えー、まあそういったものを徹底してください。あのもうこれコロナになりますともうとんでもない話になりますので。でまあ、それとは健康管理、えー、そこに注意をした上でえで、ー、実際の本試験望んでもらうと。であとですね、えー、と今日これからあの実際の再現、まあ見ていきますけども、えー、と私はですね、 あの最終的なあの合格点はですねあの、プラス1で受かっています。まあ、なのであの、刑事の方がプラス1なのか、民事の方がプラス1なのか、まあ、それはもうあの発表されてませんので、えー、これは単なる推論ですけども、えーまあ、おそらくと言いますかねあの、民事はだいぶ失敗してるんで、えー、刑事の方がプラス1、民事の方がプラマイゼロだと思います。あの推論ですよ、推論。 あのそういうふうに発表されてるわけじゃないのでまあだからあの言ってしまえばですねまあ今日これから見ていきますけどもあのこれぐらい民事の方で失敗してもプラマイズラで通るんだっていうまあそこですよね。でまあガイダンスで、まあ、もうあの1時間しか時間がないわけですからまあ今日はですね、えー、まあ大体これぐらいしゃべれていればまあいいんだと。 いうところで、まあ、緊張をほぐしてあと一応ですねあの最後の4番のところあの具体的対策応募というところでまあこういうところも出ますよねっていうところは、まあ、ちょっと軽く言及はしますあのただまあ詳しいところは全部これあの講座の方でちょっと話をしていきますんでまあ今日はそういった総論部分まあ大体こういうふうなものを聞かれますよねとか例年あとはこれぐらい答えられてればいいですよとか、えー、そこがメインです あとまあ正直あの予備試験ですねあのここまでも過去問の蓄積があればまあもう口述試験も、まあ、論文も卓一のまま同じですけどもまあもう同じような問題が、えー、ずっとも繰り返し繰り返しループしてますよねで特に口述はなおさらですあの私も口述試験のあレックでやってる口述模試ですねレックでやってる口述模試の,あの試験官 あのやってますけども、例年。あの正直。口述試験で。聞ける場所っていうのは。結構限られてるんですよ。なんとなく皆さんイメージ湧きますよね。あの。試験範囲のうち。卓一で聞きやすいところ。論文で出しやすいところ。口述で聞きやすいところ。ありますよね。イメージできますよね。っていうところで。あのもう正直口述試験の。 ネタと言いまますすかももううほほぼほぼもう尽きてますよね、まあ、ですから例えば、まあ、あの今日ですねこれから、えー、とまずは、まあ、刑事からあの見ていきますけれども、まあ、それこそ刑事でしたらね例えばまあ霊女の効果が及ぶ範囲とかあとは詐欺とかですねあとはまあその例えば現行犯逮捕の要件 まあそれなど具体的な当てはめとかまあもう本当にあの論文の,あの実務基礎でやってるようなことをまあもうちょっとこう話しにしやすくしたようなえそういうふうなものですまあなのでまあ正直過去問ですねえそこちゃんとあのインプットしてでその上であとは実際の口述まあ実際のこう質疑応答ですねえそこに慣れていればまあ あの落ちることはほぼほぼないです、まあ、それでも私の知り合いで落ちてる人いましたけどねあの、まあ、やっぱり話聞いたらものすごいこうんでしょうねまあ極度も緊張というか、まあ、もうそれでも挽回できなかったっていう、まあ、結局彼は全然模試とか受けてなかったのでまあせめて最低限模試1回受けてあとはあの 予備試験受ける友達同士で、まあ、それでですね、まあ、何でしょうねこう実際に問題出し合って、まあ、模擬面接といいますかそれやるとまあ最悪あの予備試験受ける友達がいなければですね、まあ、全然畑違いでも結構なんで、まあ、ちょっと若干無理を言ってあの過去問とか渡してですよ、えー、ちょっとこの通り質問してくれとか模擬面接やってくれというのをですねまあ同じ大学の友達とか。 えーまあ、そういったところに、まあ、頼んでみるといいかと思います、はいえー。じゃあ、よろしいですかね。じゃあ、えー、実際ですね、えーまあ、どういうふうな、まあ、問題が出て、まあ、それで、えーまあ、どういうふうに答えたのかと、あとは、まあ、その,時のえっ、ー、の内心の動き、まあ、要は私がですね心の中で何を思っていたのかと。あのもうこれ 7年ぐらい ?8 年 ?7 年かぐらい前ですけどもまああの当然これ再現作った時はですねあの終わった直後に作ってますんでまああのこれはもう本当正直なところですじゃあ、えー、具体的にどんなふうな感じであの受,け答えをや受け答えをやったのかというところを見ていきましょうかえー、とまずですねあの実際に、えー まあ以上、流れだけで話をしておきましょうか。ええー、と、まずこの？まあ10月下旬のですね。試験日にあの浦安のあのセンターに行ってですね。まあまずはその建物まだ開いてませんので、あの鍵閉まってますんで、まだ外で待ちますよね。で、あの外で待ってましたらそこから。まあ鍵が開いてアナウンスありますんで、あの1階の行動というかですね。体感といいますか？ あのそういったもうでかいそう体育館みたいな板張りのところにあの受験生全員集まるんですよ。であのパイプ椅子、まあ、要はでかいですね、まあ、でかいその、まあ、体育館というか行動がありまして、えー、そこにパイプ椅子があのざーっと並んでますんで,でそこにあの受験番号に従ってざーっとあのパイプ椅子に座って待ちます待機します。で え各まあ班ごとにといいますかねグループごとにえ呼ばれますんで,で呼ばれてグループごとにこう移動しましてでそしたらですねまあちょっと個室がいくつかありましてまあそれぞれまたえ分散してその個室の前の待機場所みたいなとこありますんでそこでまたパイプ椅子に座って待つんですよでえ順番が来ましたらえ番号読まれますんで,でそれでそれぞれ。 えー、試験室の中に入っていってで試験室の中はですね、えー、主査・副査、えー、2人です試験官は。で、えー、受験生がまいましてでそれでまあ,あの話をするのはあの主査だけですまあ,あの副査がちょっと一言あのま言、あ、最後とかですねちょっとポロッとなんかあの話をする時は一応あれはしますけども。 まあ基本は主査,主査,主査が全部質疑応答しましてで副査がそこで「丸とか「×」とかですねあの採点してるとあのそんなふうなイメージになります。でまあ何でしょうね、えー、ここでまあこう体育館に集まった時はまあそんなには緊張しないんですけどもまあここから移動してここがおそらくまあ緊張のピークですよね。 でそこでまあ個室に入って、まあ、最初の一問目といいますか一言目とかですね、えー、その辺ぐらいでもあのだんだんもうわけわかなくなってですね喋ってるうちに、まあ、わーっと落ち着いていくっていうまあ大体そんな感じです。はいいい、えーまあ、イメージはいいですかねじゃあ、えー、と具体的に。 どういったことが聞かれるのかというところを見ていきましょう、えー、とちなみにですね、えー、と私の場合はあの、まあ、1日目、えー、行きましてで、まあ、あのまず刑事受けてでまた、あ、同じく2日目、えー、これが民事、えー、そういうふうな流れでしたじゃあ、えー、とちょっと具体的なイメージ、えー、やっていきましょうか、えーとまあ、2人ですねあの主査副婦いまして、まあ、私がいまして。 で、えー、と始めますと。で、あの、年度によってはですね、あの刑事の方でも、なんかこう、事例書いたとか、あの人物関係書いたあのペーパーがあの配布されるときもありますけども、えー、このときはなかったですね。で、まず、えー、事例伝えるのでよく聞いてくださいと。で、えー、A は、X から、えー、印鑑の通帳を預かるとともに、 え銀行から預金を引き出す権限も与えられましたとで。ところがですね、A は、えー、自ら非償する目的で銀行からお金を引き出しました。A には何か犯罪が成立をしますかと。で、えー、はい、成立をしますと。でちなみに、あのまたこれ、口実対策、まあ、実際の講座の方でもですね、あの話はしますけども、 あの質問と答えはあの必ずあのきっちり対応させてください。あの今回の質問は「何かか犯罪は成立をしますかですでよねどの犯罪が成立をしますか?」じゃないじゃないですか。なので「えー、何か成立しますか?」と言われたら「えー、はい成立をします」と。 これが正しい答えになりますあの必ず、聞かれたことだけに端的に答える。あの落ちる方のパターンあの、まあ、もう早速に私もですね、えー、これ受けて7年目、8年目ぐらいになりますんであの、いろんな受験生からいろんな話聞きますけども、あの落ちた方っていうのは、まあ、おおむねですねあの、なんか再現とか見てますと、なんか、 聞かれてていいることに答えてないとにえなな言いますかねなんかねんそういうのがなんかだんだん違うくなってきてあの空気悪くなってより緊張がこう増してでなんか喋んなきゃまず,まずいみたいな、まあ、その負のループと言いますかね負の連鎖がスタートして、まあ、それでまあ結局自爆するっていうあのそうなっちゃってますんであの特に注意をしてください。はい、で えーまあ、こういうふうに何か成立をしますかと言われてはいとでそしたらですねえじゃあそれ何罪ですかということになりますのででまあ,あの当然ですねあの印鑑の通帳を預かっててで、まあ、預金の引き出し権限もあの与えられてるわけですからでそれをですねあの自らのために引き出しちゃってるんで、まあ、当然これ横領罪ですよね。 でちなみにあのここもですねあの注意してほしいんですけども「何罪ですか?」って聞かれてるんで、えー、答えとしては「横領罪」ですね。あの口述模試とかやってますとまあたまにですけども「あの何罪ですか?」っていうふうにあの要は結論聞いてるんですよ。で結論聞いてんのに。 えー、そもそも横、えー、領罪における不法領とこの意思とは、えー、コロコロこういうものを言いまして、えー、今回はとかですね要は何か勝手にですねなんか理由付けあの何か規範当てはめをペラペラずっと喋る人いる,いるんですけどももうそれはちょっと勘弁してくれってなりますよね試験官としてはあの試験官の方にも都合ってものがありますんでまあなのであの聞かれたことに答えてくださいでもしその 結論聞かれてで結論答えてで理由付けの方があの予定されてる質問であれば当然その理由付けは聞かれます後からですねで当然、えーま、今回みたいに、えー、その理由付けは、えー、そもそも質問項目に含まれてないというんであれば、えー、理由付けなんか聞かれないです であの特にもう本当にですねあの試験管にも都合があるって言いましたけどもあの当然、口述試験あくまで試験なのであの公平に平等にやるために試験問題であるわけですよね。その時々であの試験管が適当な好きなことを聞くわけじゃなくてでそうすると予定されてる質問項目ってなのがあるわけですよ。でこういう時にあの、まあ、試験時間今回25分。 書かれましたってありますけどもあのうかつに理由とか答えましてでそれでですね時間が無駄に持ってかれますとまあ要はこれ理由あの答えたところであのこれ質問項目じゃありませんからあの点数なんかプラマイゼロですよね。というわけで、えー、ここで時間使っちゃいますとこの予定されてる時間がその分圧縮されますんでなくなりますんで。 そうすると、予定されている質問が聞けなくなると。で、えー、聞けなかった質問については、当然これ、答えてないわけですから。なので、えー、点数は0点だと。その質問項目については。で、そうすると何が起きるかって言いますと、えー、受験生としては、ちゃんときっちりですね、聞かれたことに対しては完璧に答えたと。なのに、落ちたと。いうことになっちゃうんですよ。 まあ過去に1人だけいました、ね、なんかあの聞かれたこと全部ちゃんときっちり答えたはずなのに、えー、なんで自分が落ちたかわからないみたいなまあただよあの再現見てみるとまあやっぱりあの要は余計なことしゃべっちゃってまあ再現には乗っかってませんでしたよね答えの中にはまあおそらく質問項目がめちゃめちゃ少なすぎちゃんで、まあ、おそらく余計なことペラペラしゃべってんだろうなと。 いうふうふな印象がありました、まあということであの本当にもう何罪って聞かれたら横領罪ですね、まあ。ということではい分かりましたと、まあ、当然もうあとは次に行きます。で次にと。で、A、B はまた事案変わってですね X の自宅から通帳印鑑に盗んで,でそれ使って窓口で預金引き出したと。 でこれについてもですね、えー、何か犯罪成立をしますかということなので、えー、こっちとしてはですね、えー、何かと言われたら、はい、成立をすると。で、えー、じゃあ、それは何罪ですかと言われるんで、詐欺罪ですと。まあ、このあたりもいいですよね。あの、まあ、皆さんご存知の通り、あの、なんらの権限もなく、まあ、通帳とはんを盗んでですね、窓口で、 お金出したら、それはもうあの、疑問行為ありますんで、詐欺。えー、他方で AT M、ATM、えー、そこはですねあの、機械を欺いてっていうあの、そういうのはありえない話になりますんで、えー、従ってこれは窃盗だってことになります。というわけで、あの正直、まあ、今もうさらっと言いましたけども、あの知識それ自体は、あの本当に大したことないんですよ。あとは、えー、落ち着いて 相手の言っていることをちゃんと聞いて、えー、問いに答えるることができるかっていう話ですまあ実際ここまではまあ正直ぬるいって思ってたんですけどね。であの、まあ、主査としてはですね、えー、そうするとと、えー、同じ預金の引き出しなのに、えー、さっきの A には横領罪、えーまあ、今のですね B には詐欺罪、まあ、これが矛盾しないかと。 いうことを言われてまあ当然ですね、えー、矛盾はしませんと。えっ、ー、とまあ,あの A には占有がありけども B にはそれがないからと。まあもうこれなんか理由まで一言でさらっと言っちゃってますけどもまあこれぐらいならまあいい気はしますよね。まあ分けてもいいんでしょうけども。でそれに対するツッコミで A も B も、えー、通常印鑑持って。 まあそれでも引き出してるんだよねとでそれに対する反論として A には法律上の戦友があるけれども B は単に通帳印鑑、まあ、盗んだだけで戦友、えー、はないと、まあ、なので、A、B には詐欺罪が成立をするんだと。でちなみにあの試験官がですねどういう質問をこう用意しているのか。 まあ、要は試験問題が何なのかっていうのは当然あの終わってみるのとわからない話なので、えー、こちらとしてはですね本当に「問に答える」のは当たり前ですけどもさっき言った通り答えはですねできる限りあり端的に答えてください端的に。あのながなかかなかなかずっとしゃべっちゃうとあのその質問に対してはあの完全かいかもしれませんけど他の質問を聞けなくなりまして えー、結局まあ,あのトータルとしてはですねあの点数下がっちゃいますから、まあ、要はあの局所最大化ですねあのこれダメです特に口実の場合全体像が見えないんで我々にはあくまでも端的に答えるで本当も一問一答になるようにできる限り一言で答えてでそれでもし何かこう足りなければあのこんなふうに法律上の戦意って一体何なのと。 もうちょっとと詳しくとかあの質問項目になっているところは全部、えー、もうちょっとしゃべってとか詳しくやってとかあの誘導といいますかねあの追加質問来ますんでまあなのであの、まあ、それこそなんか「過ぎたるは及ばざるが」みたいなあのそんなふうなイメージです。あの一言で答えると。足りなければもうちょっと詳しくと。 でちなみにこのもうちょっと詳しく説明しろというところで減点対象とかになることはないですね。あのそんなんやったらこれ間違いなくなと落ちてますんで。で、えーとまあ、これに対する質問ではいと。まあ、そもそも横領罪は、えー、委託の趣旨に背いて、まあ、権限がなければならないできない行動をすること。というわけで、えー、それがまあ可能な状態引き、まあ、出し権限とかあれば、まあ、それでまあ占有があると。 まあ若干何でしょうね、えー、分かったような分かんないような答えになっちゃってますけどもまあ正直これぐらいでいけばまあ,のあ,あまあそういうことねぐらいであの完全に何でしょうねあの教科書の規範通り一言一句とかあのそんなに言おうとするとですねなんかこうた,たどたどしくとなりますかねえー、あの横領罪は委託の趣旨がううとかですねなん,かなんかそんなふうなことになって、まあ、だんだん自分でも何言っていいか分かんなくなりますんで。 まあ、もう多少噛み砕えた状態でもですね。あの点数つきます。まあ、これ、あの、私に限らず、あの、他の受験生の再現とか見てましても。まあ、受かった人は、まあ、大体もうこんな感じですね。あの、完全回じゃなくても、結構です。で、まあ、大体はこういうふうな。あの、まあ、キーワードと言いますか。まあ、それが上がってれば、あとは向こうの方で拾ってくれます。 あの落とす試験じゃないんで、まあ、要はもう何でしょうねあ,のあまりにも込め力なさすぎるとかですねあまりにももうちょっとこの人やばいっていうあのそれをちょっとあらかじめまあ損切りと言いますか、まあ、あまりにも何でしょうね込め力なさすぎる人を切るだけの,あのそういうふうな試験なんでまあミスなきゃいいんで、はいえー、じゃあ次ですね、えー、じゃあ事例変えると。 また新しい事例とであのちょっとまあ気をつけてほしいのは意外とですね受験生でこの事例がまあもうこれ3つ目なんですけどもちっちゃい事例がですねあのこの頃事例変わるじゃないですか。でこういうところで前の事例をですね、えー、引きずると言いますかあのちょっと勘違いして人物関係間違えるとかですねあのそういうのって結構多いですね。 あの正直、私も,なんかもう民事の方ですけども、ちょっとあのぐっちゃぐちゃなったりとかもですねあのしたことありますんでまああので、その辺はあはちゃんと、なんでしょうね、本当にもう集中して、ちゃんと人の話をよく聞くとか、そういうところ、気をつけてくださいま。あまあさですがに、試験中には上の空って人はいないんでしょうけども、ちょっと緊張であの理解力があの落ちてしまうということはあり得ますので。 じゃあ、えー、事例変えてと、えー、C を誤って、えー、事故の口座に振り込まれたお金、えー、これをですね間違いだと重々、まあ、分かった上で銀行窓口で、えー、自分の口座から引き出したとでこの時も直ちにと言いますかねあのもう何罪が成立するかって聞かれたんで、えー、今回は答えとしてははい詐欺罪ですということになってます でこっからです、ね、多分まあ正直皆さんはもう知っている論点かと思うんですけども、まあ、正直なところ言うとですね私これ知らなかったんですよね。えー、まあちょっと見ていきますけどもところでと,、えー、と民法の判例で、えー、ご振り込みの場合でも預金名義人と銀行の間に預金債権が損することなどのは知ってるよねとで当然ですねあの知ってるよねって言われたら えーまあ、こっち受験生としてはですね知らなくても「はい」って答えるしかないじゃないですかで正直もうこの時もうああもう終わったと思ってるんですよまあでもですねあの誘導といいますかあのこうだよねっていうふうなまあ不可疑問文といいますかあのそれで聞かれた場合は必ず「はい」でいいです。 あのもう過去も私全部見てますけどもあの毎年毎年ですねあのあと再現とかも全部見てますけどもあの結構な数あのいわゆる民間企業の,なんかあの意地悪な面接みたいですね誤誘導間違った誘導意図的なあのこうだよねはいいやそんなん違うよみたいな,なんかそういうふうないわゆる誤誘導これないですこうだよねって言われたらえもうそれはもう100% あの正しいことを言ってるんで分かんなくてももう答えははいしかないです。で、えー、まあ自信なくてももうしょうがないですよねこればっかりは。じゃあと民事上預金名義人と銀行の間にご古くの場合でも預金債権がまあ正当に損すると。であれば、えー、詐欺罪が成立するってなると結局繊維どっちなんだと。 民事上はですねこの流れだと民事上は預金名義人がですねなんか正当な権限債権者ってことになるっぽいですよね。ですがここでですよ詐欺罪成立するっても言っちゃってるんででここで債権者預金名義人ですと言っちゃいますとあの 自分の債権を普通に下ろしただけになっちゃいますんで犯罪成立しなくなっちゃうじゃないですか。というともう答えとしてはですね、えー、銀行にあると思いますしかないですよね。でこれあの「てんてんてん」っていうふうにまあ何でしょうねあのさらっと書いてますけどこれ私多分結構な沈黙してましたよね。 でこの時に心の中ではもう何でしょうね無理と思ってましたよね。でまあ当然まあこれ流れ的にです、ね、もう自分の言ったことを今更なんか覆せないんで、えー、まあ銀行にですね戦友、まあ、があると。そしたらまあ当然ですね何でと。この民法の判例上預金債権は C に帰属してるんだよねと。 ってなるともうこっちの答えとしてはですねあの民,民事とあの刑事は違うぐらいしかもうないじゃないですか確かに民法上はそうかもしれないけども、えー、刑法的な評価としては今の銀行に専用があるとでちなみにあのもうこの時ずっとですね何かもう撤回しようと思ってたんですけども何か空気がだめだったんですよもう何かもうそういうなんだか分かりますよね皆さんもあの 予備受ける年齢でしたら、まあ、若い人でも、まあ、それなりの面接とかどっかで受けたことあるじゃないですかバイトでも何でもまあもうそういう空気じゃなかったんですよもうしょうがないでもう行くしかなかったんですけどもまあそれでよく分からんということで、えー、もうちょっと詳しく説明をとでこれであの、まあ、銀行は真実を知れば、まあ、組み戻しの手続きなので ご不力の状態を解消するることになるとでそういった意味でいまだ専用は銀行のもとにある、まあ、いわば弱いながらも占友があるというかっていうところでまあ民法上はそういう判例あるかもしれないけども、まあ、刑法的なみたいないうのをですねまあだいぶしどろもどろで、えー、説明したらまあ納得してくれたと。 まあ大体まあ他の人聞いてもみんなこんな感じでしたね。まあ要はもうあの結局回答としてはあの民事の評価とあの刑事の評価はずれますよねっていうまあそれ,もうそれしかないんですけども、はい、じゃあ次ですじゃあ次に行くってことで、えー、事例を B に戻してとこれ結構厄介なんですよね。あの今までまあ3つ あの事案が出てきましてでそれであの2個目の事案なんですけどもでこういうふうにですねあのじゃあ1個前の事例に戻しましょうかとか何の説明とかあの事例の言い直しとかせずにじゃあまたこの人に戻しますみたいなことをさらっと言ってくるんですよ。これ困りますよねでこのあたりもある程度慣れとかないとあの。 ビーって誰だっけみたいな、この事例なんだっけみたいな、なりますんで。で、最悪、あの、どうしても分かんなければ、すいません、ちょっとあの、事例もう一回お願いしますとかですねあの、そういうのでいいです。まあ、そしたら、まあ、普通に、あの試験官はですね、あの答えてくれますんで。あと、ちなみにあの、そういうふうな質問をしても、あの試験官がですね、なんか、無駄にこう、怒ったりとか、 あのそういういことはないですあのこれもまあなんかバイトとかあの普通の会社の面接とかと違いますんで何でしょうねこういわゆる圧迫面接なんかこうわざと不機嫌な感じでなんか上から横平にものを言うとかわざとこう態度を悪くするとかあのそれないです。あのただしあくまでもこう論理ロジカルであのチク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 ですねあのずっとつっと 詰められると言いますかね。あの激詰めされます。まあ逆になんかそっちの方が嫌ですよね。あの単なるなんか態度悪いぐらいだったらあの全然我慢するいい話なんで。まあ詰められちゃうと理論で、もう言い逃れできないですもんね。まあということでちょっとあのちゃんと過去問だけは最低限やっといてください。はい、えー、じゃあちょっとまた話戻しまして。え昨、ー、の B。 に対して司法警察員、捜索差し押さえ令状の発布を受けましたと、ここから、刑訴に移ります。まあ、例年ですね、あの前半が実態法、で後半があの手続き法という流れになります。で、令状を持って B 宅に行ったところ、B は他にも同じようなことをやっていたみたいで、 えー、他人名義の通帳印鑑がたくさん出てきたとで、えー、これを差し押さえることはできるのかですけどもまあ当然できないですよね、まあ、もちろんあのこれが何でしょうねあの覚醒剤とかであれば、まあ、もうその場で逮捕してあの逮捕に伴うあの差し押さえとかまあそういう話になりますけども あの他人名義の通帳とか印鑑を持っていること、それ自体は別に犯罪でも何でもないので。で、えー、まあそれなぜですかと言われて、まあ、そしたら当然ですね、令状に記載されてないからというのがまあ答えです。でさらに、あの通帳と印鑑でもですねあの本件の関係ないじゃないですか。まあ、ということで、えー、差し押さえですね。 関係がないものについて当然できないと。でそしたらですね、えー、試験官が突然ですね、なんで令状に記載がないものは差し押さえできないのかと。これ正直なんかもうこれ心の動き見てわかる通りですね。ここですよね。あの令状に記載がないのを差し押さえられないのはまあもうなんか我々の中のは一般常識といいますか当たり前じゃないですか。 で、当たり前すぎてなか理由なんだっけ。って時って、まあ、皆さんもありますよね。ということで。あれって、一生思うんですけど、まあ。言うんだったら、こ、これしかないですよね。まあ、捜査員が恣意的な。差し押さえすることで、えー、過剰に、えー。被疑者の権利を害することになってしまうからと。まあ、要は、あの。そもそもの、なんでしょうね。えー、こういった令状が。 あの要求される趣旨ですけども。まあ、そこから引っ張ってきていることになります。あとは、まあ、もう典型論点の方に流れていくんですよね。えっ、ー、と、通帳とか、あと明らかに盗まれたっぽい。まあ、それこそもう他人名義の通帳とかですね。ええー、まあ、一個ぐらいならば。まあ、友達のも物預かってんのかぐらいで済むかもしれませんけど。たくさん出てきたってなるとですね。 明らかまあもう何かの犯罪で盗まれたっぽいですよね。でそれに手出しできないっていうのもまあ変な話だということで、えー、その場合任意の提出を求めてと。で、まあ、提出されたら、えー、当然ですね、えー、領事すると。で、えー、そうするとですねまあやっぱ聞かれますよね。 任意の提出を求めるって言ってじゃあそれれ拒否されたらどうするのとあの結構こういう何でしょうこうジズムと言いますかあの流れであの結構質問でくるんですよね。というわけで、まあ、その場合、まあ、もうもう一回令状を取り直すこれを対象にしてですね。でそれかあの、まあ、どうしてもそれあの 隠されちゃうとか可能性もありますんで、まあそうしたらその犯罪がなされた背景事情として、えー、関連性を認めてと、まあ例えば、A、B が他にもこういう窃盗とかをしているということを証する証拠として関連性を認めて差し押さえると、まあこの辺若干グダグダですよね。で、そしたらまあ試験官がまあ助けるね出してくれてまあ上場資料ねと。 いうふうに言われましたんでまあこれもさっきと同じでこうだよねって言われたらもう「はい」とえもうこれしかないですあの試験官がこうだよねって言ってきたことに対して「いいえ」って言ったら絶対ダメですよ。こうだよねっていうのはあの助け舟でまあもうこれでいいから正解にするよっていうあのそういう意味なんで,でそこで「いいえ」って言っちゃうと「正解にするよ」っていうのに対して「 いいいいや納得いかななみたいなあの要は自分で自分をあの攻撃するのと同じですからあのもうこれはもうはいそうですしかないです。で、えー、今度はと、えー、部屋の中にいる B とは、えー、別の F がやってきて置いてある書類を、えー、自分のものだと言ってあちょっとこれまあ誤食ですけども自分のものだと言って、えー、着衣の中に入れたと。 じゃあこの場合、えー、この人の着衣の中を操作することができるかでこれに対して、えー、私が原則としてはまあできないと思うっていうふうにまあ答えたわけです、えー、そしたらですね、まあ、当然、えー、これはこあの続く質問として、えー、理由はと。でまあ,あのはいと。 えー、係数法は人とのを明確に区別してるんでとまあここまではま典型論点ですよね。じゃあ例外はと。でここであの原則といって、まあ、原則できない原則ですと言っちゃってるんでまあそれは例外はとくるよねと。でここでも物に対して及んでるのは確かなので。 物を隠匿したところを目撃したとかそういった高度の蓋然性があれば霊長の効果として身体捜索もできると。じゃあ本件ではと。もうこういうふうに完全に規範当てはめですね流れとしては。ということであのまあ論文はもちろんでしたけどもあの口述でもですねあの規範当てはめっていう流れ えこれ結構あの大事になりますんであのこれ意識しておくといいかと思いますまあ実際これであのきれいに説明できたということでまあ大体この辺りぐらいからですねあのだいぶ気持ちもあの私の中でも落ち着いてえそれでもあのあこれなんとかなるなというぐらいでしたねじゃあ次ですねでえと続けてえとここですね まあ説明が終わったところで、まあそうだろうねと。で、また、あの、今度新しくえ事例変わりまして、じゃあ今度はと。え、全く関係ない、F の管理することが明らかな金庫、B の部屋に置いてあったと。で、この場合ですね、金庫の中をこの令状で捜索することができるかと。で、これはまあ、皆さんも分かりやすいかと思うんですけども、まあ要は、あの、 また関係がない F の管理する明らかですので、まあ、当然例上の効果が及ぶわけないですよねだからできないとでまあこれもあの理由まで答えたいとは思うんでしょうけどもまあできますかですから、まあ、できますかと聞かれたら、えー、それはできませんとまあ本当一問一答ですねでまああので理由が必要だったらまあ理由はとか あのもう少し詳しくとか、えー、そういう話になります。ではいと。あくまで令状の効果は、えー、B の管理するものに対してのみ、えー、当然及びますんで、えー、B が、まあ、金庫を管理していればですね、まあ、それはもう及んでいきますけどもあの全く関係がないことが明らかなので、えー、F の管理する金庫に対してあの及ぶことはないです。で、えー、じゃあ今度はと。 B がその金庫を管理している場合どうかと、まあ、ここも理由付け伝えている通り金庫の中にもですね当然問題なく及ぶとであとこの場合金庫に鍵がかかっていて開けられない場合であれば、まあ、必要な処分として解除することが可能であると。 まあ、あのまあ別にここはですね、まな、あ、んでしょうね、人によっては、あの霊場の効果として当然にいけるとか、まあそれはもう何でもいいんでしょうけども、で私の場合はですね、えー、これ、質な処分としてあの解除と言ってますんで、まあ、条文、あの聞かれます。で、あの六法が口述式のときはですね、あの与えられますので、まあなので、 えー、具体的にこれ何条なのかということを聞かれることはあります。でただですねあの質問によって条文をこう引かせる問題とそれとですねあの条文の番号を覚えてるかどうかっていうあの2パターンあるんですよ。まあ、それこそ何でしょうねあのメジャーどころの条文ってあるじゃないですかあのどの科目にも。で おそ、まあ、らくまあこの111もまあそれに属するかと思うんですけどもまあ,あのそういったメジャーどころでその知識を聞きたい場合はですねあの具体的な知識として、えー、答えさせて6法は見見たいいと言っても見せてもせくれないっていうケースがあります、まあ、今回たまたまですね「あの6を見ていいですか?」って言ったんですけどもまあたまたま正解してたんで「まあ、見なくていいよ」みたいな。 まあこのいきなり言われてもあれ111だっけみたいなことだったんでまあ間違ったらちょっと恥ずかしいじゃないですかなので、まあ、若干ちょっと111あたりだけどもまあ念のため6本見てもいいかっていうところで話をしたらまあもう見なくていいよみたいな当たってる正解だからっていうまあなぜか若干不機嫌でしたねこの時あの種差が。 でえー、ここ結構大事です、ここからの流れ。えー、と今度はと、えー。鍵のかかってない、えー、B 所有の車が駐車場に止まってたと。で、えー、本件冷蔵で捜索することできますかと。で、私はこれですね。えっ、ー、と、令状はあくまで B 宅なので、えー、これは場所が離れちゃうんでできないと。で、これ、あの駐車場に止まってたっていうんで、 まあちょっと多分これ当時はなんかちょっとぐちゃってね勘違いしてると思うんですけどもでもそこであの私は間違ったことを言うとですねあの当然主査があの修正してくれますあの B だこ対象としてるだからできないでもこれ B だこの一部だよみたいななので、えー、まあできます管理権を読んでますとでこういうふうにあの ちょっとぐらいいの間違いは、えー、主査が修正してくれますなのであの皆さん割とですねあの緊張してなんかこう完璧な答え出さなきゃいけないみたいなあのそういうふうに思うかもしれませんけどそそれいいらななですねそんなによほどなんかもうめちゃくちゃの的外れなことやっちゃうともうおしまいですけどもあのなんかまあそのドンペッシュじゃなくてもかすっていればですね 何か修正してくれますんであとはその誘導に乗っかってああすいませんねこうですねっていうのであの十分ですからで、えー、だよねと,、えー、と今度は車がビ、えータ君に隣接する行動に止まっている場合は操作ができるかとでこの場合 管理官を生んでいないのででいいなのきませんとこういうふうにですねあの敷地内に車がある場合と坑道の上にある場合とで比較する質問が来ているとまあ割とこういうパターンもですねあの、まあ、刑事形ではまあ典型例といいますかね でまた事例がありまして今度は公判の,の段階です被告人段階で結局公判ですね移りまして弁護人になったけども印鑑通帳を取ったことを認めた上でそれでも無罪してほしいとというわけでどうしたらいいかアドバイスをしてほしいとあのまあちょっと半分余談ですけども皆さん弁護士になったらですね さすが刑事事件ゼロ件の人って、まあ、あんまり少数なんで、まあ、大か,ら少なかれつくな,なん何かはです、ね、刑事事件担当すると思うんですけども、まあ、私もあの当然やってますけどもあの意外とこういう人多いんですよあの。やったけども何とかしてくれとかですね。で、まあ、あのしょうがないんで、えー、こういった場合、まあ、弁護人としては、まあ、誠実義務ありますんで、まあ、可能な限りですね まああのアドバイスをするとでここあの最初なんか私これ手続き聞かれるのかと思ったらあともういきなり放送倫理なんですよねでもまあユーザーだって認めてるんだよねとまあこのままは典型例ですけどもまあ,あの積極的なあの真実義務は負ってませんので要はあの意図的に嘘をつかないっていう まあそういうふうなあの消極的な真実義務だけですよね我々追っているのは、まあ、なのであの嘘はつかせるのはだめなんだけども、まあ、あの誠実義務の下で依頼者にアドバイスをすると、まあ、そしたらまあ当然これ、えー、嘘そつかせてもいいのかっていうツッコミが入りますんで、まあ、そこまではとじゃあ具体的なアドバイスですねでちなみにあの まあ皆さんも弁護人がですね積極的な真実発見の義務は負ってないけども嘘をつかせない嘘をつくのはダメだっていう消極的な真実義務これ負ってるんだとそれも重々分かってますよね。だけどもじゃあそれを踏まえた上でもう一歩掘り下げてじゃあ具体的にどうするのと何をしゃべのということになると答えられない人って結構いるんですよ。 なので口述対策あの一般論にとどまらずに具体的な場面でどうするのってところまで突っ込んでおくと、まあ、だいだい過去問でもそうですけどねあのいいと思いますで、まあ、しょうがないんで黙秘権伝えて不利なことを話さなくてもいいよとかまあそれぐらいしかないんですよねでえっ、ー、と恐らくなんですけどもあの この試験官はですね私にあの消極的真実義務というのをですねあの言わせたかったと思うんですけどもこれ、私がうまく説明できてないんですよね、この時まあそれで結構、ずっとなんか若干長引いてますけどもまあなのであの私の,まああのこの失敗の,あの反省点を踏まえてあの皆さんはですねあのできる限り早い段階であのキーワード出したほうがいいです。キーワーワド ちょっと、まあ、メモっときますけどもキーワードですね。あの今回あるなら,あるならばあの消極的真実義務とかあの積極的真実義務とかあのもう前,だ前もってですねそういうのを出しておくとあそういうことねっていうのであの割とスルーしてくれるパターンが多いです。ただ私はそれ出せ,出せてなかったんでだからちょっと長引いちゃってると。 でまあ、これについてですね、えー、あなたが B のことを有罪だと思った場合あなたは有罪主張できんのと、えー、これは原則できないと、まあ、これもなんか原則はとか言っちゃってますけどね、まあ、依頼人が無罪になりたいって言ってる以上はあのこんな有罪とか言ったらダメですよもちろんじゃあ例外はとでえと、ー、まあ弁護人は、えー、高度の知識を持って案件に当たるので、まあ、どうしてももうこれ有罪しかないでしょうとでそれでもですね あの反省の意を示さないとかなるとあの上場面であの裁判官からものすごくツッコミ入りますんでまあそのユーザー前提としてえ上場主張してまあ少しでも刑を軽くするを進めるとまあ若干これもちょっと微妙ですけどねまあそうするとまあ今回どうしても無罪になりたいとであればもうしょうがないんであのまあ無罪立証を務めますっていうけどもまあ答え方としては その検察官の,あの論理の不備をつくとか、まあ、そういったあの消極的な真実業務に反しない限度で、えー、立証活動を行うというぐらいでしょうね。まあ、なのでちょっとこれあの私の答え方がまずかったんでちょっと話がですねあっちゃこっちゃいっちゃってますけども、まあ、皆さんそうならないようにあの注意してください。ということで、えー、ともうこれ刑事をですね終わった段階であのもうちょっと時間がですね あともう2分3分になっちゃいましたんでちょっともう今日はまあガイダンスなんでねこれぐらいにしておきますけどもまああの民事についてもあのこれ見ておいてください民、まあ、刑事もですねポロ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 ミスってますけどもあのこれでもプラス1だと思いますなんでかっていいますと民事はですねもっと失敗してるんでまあ言い方変えるとあの これぐらいミスってもですね、プラマイゼロで終わるんですよ。で、逆に、あの、刑事の方ですね、あの、結構ポロ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 、あの、なんか変なこと言ってますけども、あの、それでもプラス1つくんですよ。まあ、なので、あの、そんなに高い数字に要求されてませんので。だから、皆さん、論文を受かっている人であれば、あの、本当も緊張さえせずに、あの、過去問、ばーっと見てですね、落ち着いて答えられれば、 あのそれでも受かりますんであ,のあんまりもうあの自分を変に追い込まずに大体まあ例年例年あの落ちてる方っていうのは自分で自分の首を絞めるというか自分でハードルを上げちゃってもうそれでもうんかあのパニックっちゃうというパターン多いですからね。でちなみに、えー、と民事系ですねこれ私この時誘導結構受けてるんですけど。 まあちょっと後で見てください、えー、とこれ、どんぐらい誘導されたかというとですね、えー、とまあちょっとここだけピックアップしますんで、えー、と大小請求の訴訟物何、何って聞かれて、ちょっともうパニックになっちゃってるんで、えー、と太りとくとか言い始めて、でそしたらあの試験官がもう、遮って、えー、太りとくみたいな言い始めて、でえー、とそれともうま,うまく分かんなくて、 えっと、不当利得って言われて、ちょっと沈黙になっちゃったんです、一瞬。で、それで、試験官が誘導で、不当利得じゃなくて。えー、ふうって始めたんで。負から始まるもので。あの、代償請求の訴訟物になりそうなやつっても、う不法行為しかないじゃないですか。あの、これでもプラマイゼロで通るんですよ。っていうわけで、あの、結構と言いますか。あの、実際の本番ですね。 皆さんが思っている以上にあの誘導って派手になされます。なので、あの本当にもうあの落ち着いて、あの平常心であの試験、臨んでください。あとはちょっと、まあ、具体的な対策方法として、ちょっと、まあ、あの今日はもう時間きましたんで、これからしておきますけども、まあ、本当にですねあの、講座を受けて、えー、過去問を見てで、出るところをちゃんとやると。で、えー、趣旨とか定義とか、えー、そこをちゃんと聞かれますんで、まあ、そこを覚えて。 あとは過去、えー、もの流れ、どういう流れでこの質問に至るかとか、まあ、あのさっきの刑事系ともちょっと言いましたけども、あの規範当てはめの流れとか、あと原則の例外の流れとか、まあ、それありますんで、えー、そういうところ注意して、えー、ちゃんと流れをですね、えー、理解した上で答えると、一問一答で。はいえー、じゃあ、えー、すみません、ちょっとまあ時間少し過ぎちゃいましたかね。 まあ、これでも、あの、一時間過ぎちゃいましたんで、今回のガイダンスは以上で終了です。あの、本当も落ち着いていけば、絶対わかりますんで、あの、落ち着いて、ちゃんとやってください。あと、あの、必ず模試は受けてください。はい、えじゃ、以上です。お疲れ様でした。